陸定一は中華人民共和国の政治家、国務院副総理、中国共産党中央政治局候補委員、党中央初期どころ初期を歴任、文化大革命で失脚したが、後に名誉回復して、全国政治協商会議副主席を務めた。南洋大学在学中の1925年に中国共産党に入党、卒業後は中国共産主義青年団や、 宣伝工作を務めた、アメリカとソ連に留学、1931年に帰国し、公軍に参加して、ソビエト区に入り、公軍の帰還し、クレナイ保守法の発行に従事、1942年からは、延安解放日報の総編集長、新聞学に対する我々の基本的観点を発表し、宣伝理論の基礎とした、1944年には、 党中央宣伝部長に任命され、文化大革命で批判を受けるまで中断を挟みながら、前後、約20年務めた。1945年の第7回党大会で中央委員に選出される。1956年5月、百科政法、百科総名と題する報告を行う。同年9月28日、第8期一中全会で中共中央政治局委員候補に選出。 1959年4月28日に国務院副総理1962年中央初期どころ初期1965年からは文化部長を兼任し宣伝部門と教育事業を担当1966年6月27日劉少期主催による方針陸定一ラズイ教養生婚藩革命集団についての座談会が行われ方 陸、羅、洋の関係は不正常だ。一体どういった関係でどの程度になっているのか。彼らは、猛主席に反対し、毛沢東思想に反対し、地下活動をやっているという特徴があると批判され、全職務を解任された。1967年1月4日に開催された4人の反革命修正主義集団批判大会では4人とも、自分の名前の上に罰を書かれた札を、 首からかけられ、精神的、肉体的に痛めつけられ、13年以上監禁された。また、妻の原因表が、林表の妻用軍の入党について、意義を持っていたため、先に投獄されている。1979年に名誉回復され、全国政治協商会議第5期、第2回会議で副主席。同年9月、第11期4中全会で、中央委員に増補選出。 1980年からは、中央宣伝部顧問となるも、実権を与えられることはなく、1982年、第12回党大会、党中央顧問委員会常務委員。1983年6月、全国政治協商会議第6期第1回会議で、副主席に再度選出される。1996年5月9日、北京で死去。 中共八届一中全会選出新的、中央机歴任国務院主要領同人名、単中国共産党、第11届中央委員会第4次、全体会議広報、ありがとうございます。